皆さんこんにちは、ペストでございます。ファイアーエンブレムモーションなど続きやっていきたいと思います。まずこいつからちょっと仕留めときましょう。こいつですね、サンダーでいいか。ああしまった、手荒れやったんだ。当たんないでね。よしよし、開けた開けた。 39% か。お、いいよ、ラッキーパンチ。さあヒットポイント。ああ上がんない。おお、いいね、ヒットポイント上がった。さあ、あとはこやつが、ああここまで来るから、一緒の場所なんだよね。ちょっと慎重に相手見ないとね。はい、オグマさん行きましょう。もう一度3桁の相手がいいな。あーダメだね。4桁絶対ダメ。粘り強くね、3桁出るまで。おし、これだ、いけるいける。エルファイア食らう程度なんでね。ああ一発。まあ、マリックさんはね、ちまちま稼いでくれたらいいんですけど、よいしょ。鋼のリレーか。あとはこいつ
つらをどう料理するかだね。はい、ターン終了いきましょう。これラストターンかな。うん、そんな感じだね。あー、そっちへ行くか。思ってた方向じゃなかったな。マルス狙われた。よし、ナイス、いけ、ドン、おいちょ。あ、一歩引いて打ってきたね。素晴らしい。まあ、いい感じで減らせましたよね。さあ、あー、ヒットポイント上がらねえな、クソ。まあ、致し方ないところですね。さすがに鋼の意味だしね、結構食らう可能性は。あ、そうか、ホースマンだからいけるんだ。
いいね、ヒットポイント上がったね。満足。あー、ちょっとあれが怖いけどね、あのクリティカルが。そうそう、やったらヒットポイント多いんだよね。あ、向こうの先生カセいい、ドンドン。あ、これいいや、 28% だし。あー食らう。あー、でもなんとかいけるね。先生先生先生、全然してない。ああ、よかったよかった。あ、ギリギリ上がんなかった。もうちょっとお金稼ぎしたいね。出てくる。あ、下は出なくなったね。まあ当然マルスに行くわけだけど、まあいけるでしょう。カーセ、あー、さすがにカーさんか。今ちょう、はい、ヒットポイント上がってほしいな。よしよしよし、オッケーオッケー。あ、めっちゃ食らった。しか食らわなかったのが大きいな。あー、ちょっとね、早めですけど、ここでごめんなさい、ちょっと終わらせていただきたいと思います。申し訳ございません。続きは次回でございます。それでは、さよなら。